ウクライナ戦争において2022年5月初旬には、その時点で激しい戦闘が続いていたハルキウ州の北部の戦場にて、ロシア軍が同戦争に投入した戦車の中で最も新しいとされる T90M 戦車の初の撃破が伝えられたよ。ちなみにロシア陸軍には最新型の戦車としては T14 アルマータが存在しているんだが、2014年のクリミア併合以後、西側諸国の厳しい経済制裁を受けてこの T14 アルマータの実戦配備は遅延しており、したがって今回のウクライナ戦争にも未投入だぜ。そのためこの T14 アルマータの機能の一部、具体的には主砲の 2A821M 及びその自動装填装置を搭載した T90M 戦車は、実戦配備されたロシア軍の戦車としては最新のタイプと言えるよね。じゃあその投入は大きな注目を集めていたと言えるね。ロシアはウクライナとのことで、最近になって西側諸国から経済制裁を受けていることが大々的に伝えられるようになったけど、実はクリミアの時から制裁を受けていたんだね。そうなんだよね。さて今回はそんな主力戦車の T72 シリーズの損害が多大なロシア軍が、1960年代の旧式戦車である T62 までも前線に投入したことについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ウクライナ軍はウクライナ戦争の開始後、ロシア軍の主力戦車である T72 シリーズなどの戦車をおよそ1300両以上も破壊したと主張しているんだけど、この戦果には FGM-148 ジャベリン等の対戦車ロケットやバイラクタル TB2 の貢献が喧伝されているよ。そうは言っても実際にロシア軍の戦車を最も多く破壊したのは榴弾砲等の火砲による効果であるというのが現実のようだが、何にせよ陸軍国であまたの戦車を抱えるロシア軍が、その多くに被害を出していることは間違いないぜ。それでもそうした状況は今回のウクライナ戦争の主力である T72 シリーズの戦車が近代化改修を経た本国仕様であるとはいえ、湾岸戦争やイラク戦争でアメリカの M1 エイブラムスなどにはまるで歯が立たなかった小言も記憶に新しいよね。そこでこうした T72 シリーズよりも最新型の T14 アルマータの主砲周りや装甲の仕組みを移植された T90M が、どれだけ強化された戦車であるのか、実戦におけるその効果に世界中から注目が集まっていた状況だったんだ。しかしてハルキウ州の北部の戦場では投入されて間もない T90M が破壊された画像やその瞬間を収めた動画が公開されるに及び、これまでの T72 シリーズと同様にウクライナ軍の攻撃によって無残な屍を晒す結果となったんだ。兵器の能力というか、運用方法に問題がある気もするよね。なんだかロシアは状況に焦って戦い方が雑になっている気がするし。ウクライナ軍側はここで T90M の破壊に使用した兵器は、個人携帯型の無反動砲カール・グスタフだと発表しており、同兵器は日本の陸上自衛隊でも 84mm 無反動砲及び 84mm 無反動砲 B の名称で採用、調達されているよ。無反動砲カール・グスタフは FGM-148 ジャベリン等と同様の対戦車兵器なんだけど、その有効射程は対戦車用の榴弾の場合は約 700m と短く、これは FGM-148 ジャベリン等の 2000m と比すればその違いは明らかだね。故に無反動砲カール・グスタフを使用する兵士は FGM-148 ジャベリンなどを用いる場合よりも敵戦車に肉薄する必要があり、その意味では基本的に防御的な戦闘でなければ効果的に運用することが難しい兵器であると言って良いんじゃないかな。ただしウクライナ戦争では現時点で投入可能なロシア側の最新型戦車タル T90M もこうした兵器の攻撃によって破壊されることが明らかとなり、多少の装甲の強化等ではこれらの攻撃をしのげないことを世界に向けて証明した形だな。こうしてロシア側は最新の T90M でも撃破されるような状況が発生しているにもかかわらず、今度は投入可能な T72 シリーズなどの戦車が底をついたためか、もっと旧式な T62 を前線に投入してきたとウクライナ側は主張しているよ。T62 といえばその名称が示す通り、1950年代に開発が開始され1961年に完成、翌1962年にロシア軍に正式採用された戦車であり、実に採用年から考えれば60年以上が経過しているいわゆる第二世代に属する旧式の車両なんだ。これまでのウクライナ戦争においてロシア軍が投入していたサイコ3の戦車は T64 であったんだけど、これでも一応は第 2.5 世代と呼ばれ、後期型では今のロシア軍戦車でも主流である51口径の 125mm 滑降砲を搭載するなど近代化されているよ。これに比べて T62 はロシア軍主力戦車として初とはいえ55口径の 115mm 滑降砲を主砲としており、勝又機関部もわずか580馬力のディーゼルエンジンであり、最高速度も時速50km ほどでむしろ第一世代戦車のスペックに近いんだよね。
これは現在のロシア軍の主力戦車である T-72 シリーズでも主砲は51口径の 125mm 滑降砲。機関部は780馬力以上のディーゼルエンジンで最高速度が時速 60km 以上であることを考えても、いかに低いスペックであるのかは一目瞭然だろうな。当初こうした T-62 がウクライナ戦争の前線に送られるという情報は、同戦車があまりにも旧式な車両であるためにフェイクニュースである可能性すら囁かれていたんだけど、鉄道で移送される同戦車の画像がインターネット上に不死信憑性が高まっているよ。ただし採用された1962年当時の T-62 は、同時期のアメリカ軍の主力戦車が M48 もしくは M60 パットンであり、これらが従来からの 105mm ライフル砲を採用していたことと比すれば、主砲の 115mm 艦攻砲採用は革新的ではあったんだよな。T-62 は1975年までの13年間でおよそ2万2000両が製造されたと目されており、これは T-72 シリーズが約2万5000両とされることについて第二次世界大戦後の旧ソ連ロシアで多い数であり、北朝鮮でもライセンス生産がされたよ。今回のウクライナ戦争で投入されたものは T-62 の中でも M 型と呼ばれる、一応の近代化改修が施されたタイプだと考えられており、デジタル方式の射撃管制装置やウレタンを素材として用いた増加装甲が追加された仕様のようだね。と入っても最新式に比べたらスペックは劣るよね。もうロシアには最新兵器を投入する余力もないのかと思っちゃうよ。すでに2022年3月末の時点でロシア軍は失った T-72 シリーズなどの機構戦力を補う目的で、保管状態に置かれていた T-62 の復帰に着手、およそ2ヶ月を経てこれらを配備する部隊を再編成して投入してきたのだと見て良いだろうね。T-62 が以降のロシア軍の戦車と最も異なる点として、主砲に自動装填装置が採用されていないため、運用には4名の乗員が必要であり、3名まで小規模化されていた T-72 シリーズ以降の戦車よりも余計に人員を必要とする部分があるんだ。これは戦車の必要数自体が枯渇しかけているであろうロシア軍にとっては、兵員の動員についても同様の困難が予想されており、性能スペックが低い兵器により多い人員数を投下せざるを得ないというジレンマを抱えているように見えるな。ちなみにアメリカ軍の M1 エイブラムスは T-62 と同様に自動装填装置を搭載しておらず4名の乗員が必要だが、これはあえて戦車の乗員数を減らさないことで戦時に戦車兵全体の数を確保する考えから実施されてきたと言われているぜ。全く余談ではあるんだが、今回のウクライナ戦争では撃破されたロシア軍の T-72 シリーズの画像などを目にする機会が多く、日本のいわゆるリベラル派の一部からはその残骸の中では実際に乗員が犠牲になっているだとの指摘が散見されるな。つまりはロシア軍の戦車の残骸から組むべきはウクライナ軍の前線ではなく、中で犠牲となったロシア兵の死を悼むべきだとの趣旨のようだが、そうした言説が自国の領土への侵攻を受けているウクライナに何ら助けにならないことは無自覚なようだな。でも言いたいことはわかるよ。だってロシアの人もみんながみんな悪人とは言えないし、戦争の犠牲者を等しく悼むことも悪いことじゃないと思うよ。まあ、こうした日本のリベラル派は、ロシアのウクライナ侵攻に対しインドや中国などの人口の多い国は国連においても決議を棄権しており、故に世界の人口の数で見れば西側諸国が多数派とは言い切れないとまで言い出しているらしいぜ。その理論であれば人口が中国の10分の1しかない日本は何がテーマであっても全く勝てないということにはなるね。何にせよ、戦いが早く終わることを願いたいものだね。それじゃあ今回はこの辺で。それじゃ次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、ごほごほ。どうしたの？もしかして風邪ひいた？いや、ただ喉が痛いだけだから大丈夫だよ。こういう時は喉飴だね。まさにそんな時にうってつけの雑学があるんだ。急にどうしたんだ？喉が痛いんじゃないのか？いや、この雑学を披露したいための布石だよ。なんだよ。心配したじゃねえかよ。ごめんごめん。では本題に入るけど、喉が痛い時みんなはどうするかな？そんなのさっきも言った通り、喉飴を舐めたりとかかな？俺はとりあえず気合で我慢するぜ。もっといい方法があってね。実はマシュマロを食べると喉の痛みが和らぐらしいんだ。あのマシュマロが、そうだよ。なんでなの？マシュマロに含まれるゼラチンが喉を保護してくれるからなんだ。ゼラチンってすごいね。だからみんなも喉が痛くなったりしたら喉飴より効果あるらしいから試してみてね。僕なんてマシュマロもう2袋も持ってるよ。いや、そんな情報いらないから。それじゃ今日の動画は終わりだよ。よかったら、チャンネル登録してね。また明日の動画も見てね。